はい、タイガーです。というわけで、本日 HP1.1 倍ということで、こちら使っていきます。S7 毒ということで。はい。まあ、今日は HP1.1 倍ということでね。まあ、この S7 毒はね、とにかく、まあ、他の人の HP よりも、このね、自分自身の HP が高ければ高いほど、生き残る確率が高いんでね。はい。で、まあ、一旦でも多く生き残れば、あとはリーヤだったりね。まあ、そこら辺で毒をバゴーンと出せば、はい。勝っていけるということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目アマテルということでやっていきましょう。引きはどうですか？ちょっとエース引けてるのは非常にでかいんだが、それ以上にちょっとね、まあ文句言えれんか。エース一応引っとるもんな。これいや、どっちも出せねえ。これメフィストもドルツァもどっちも出せねえな。アマテル来るでしょ、風車。いやー、しんどいね、これ。いや、どうするよ、これ。さすがにこっちか、一旦。よえー。弱いよー。どうやく。さあ、これなんか強いコマ。こういうの得意なの。いや、どうにもならんな、これ。どうしよう。こうやな、じゃあ。高島王子と申します。こうすることによって相手取らざるを得ないよね、これ。しゃあない、もったいないけど、これはもう仕方ない。はい。お、シエンティアだ。で、こうだ。あ、いいムーブできてる、いいムーブできてる。これならまだいける。よいしょ。これならまだいけるぞ。よし、頑張れ。まあ、S連だと言われたらそれまでやけど。まあ、ビーゴマも出してるから許して。頼む、消さないでくれ。OK。痛いけどやれるぞ。よし、リア行け。これマジある、マジであるよ。本格リア、そしてバフ。おら、次飛ばせるんちゃうの？ドルツァで飛ぶんちゃうの？これロックだけやめて、ロックだけやめて、頼むからロックだけ。ゴンボ封印もやめて、ゴンボ封印もやめてくれ。マモン引いたけど、まあもうドルツァ行くか。いやでも削らない方がいいっていう話はあるなー。けどまあ行くか。どうせ相手1枚返しか。1枚返しなら大丈夫でしょう。バイスは耐えるということは耐えるか。スーはまずくない、耐えて、耐えられず。ということで対戦あざした。さあ、ヒュプノスですね。珍しい、あんま見ないんでね、ヒュプノスとか。一旦キリ打っとくか。 S、 B ゴマ2枚手元にあるのはちょっと後々しんどいんで、一回に1枚捨てときましょう。痛いなぁ。初手で B5 万2000も出してくんな。あ、ドルツァだ。まあ、一旦出しとくか。一旦 CNT や出しとくか。で、ヒプノス来る。久しぶりだな、この位置のヒプノス。さあ、ここの引き、大丈夫。マーモン。まあ、バフに合わせたかったけど、しゃあないからマモン切るか。言うても出るな。いい火力。いい火力出るけど、これでやっと同点だな、HP が。やっと並んだ。
これちょっと厳しいね。ただこのタイミングでリーヤ、このタイミングのリーヤはでかいぞ。いけ。そして相手のキャラゴマ1枚につきだから3枚やったら、いや弱いな、あんまりコンボは出ないっぽいな。いやもう右下打ってこい、右下打ってこい、勝負や。さすがに打ってこんか。ただ半分は切った、半分切った、バフった、おいら食らえ。さあこれで相手の駒4枚になってロック出されなければドルツはいけるよ。やめてよ、さすがにやめて。耐えたでしょ、それは、それはさすがに耐えてもらってお願い。よいしょよいしょ、回復からの毒、耐えた耐えた。ここからここから3枚バフ、ドルツァ、そしてリーアのコンボ16000飛ばしてくれ、頼む。よいしょー、よーし、ということで対戦あざした。さあアスリーンということで、珍しいですねアスリーンは。おフェルグが初手からいる、とりあえずフェルグ出しとこう、とりあえずフェルグ出しておきましょう。よし行ってこーい。これで老後も安心、 HP 半分切った後のね未来もまだ明るいかもしれん。安心じゃないかもな未来。メフィスト引いたけど、メフィスト引いたけどやなこれ。いやーこっち行くか。って感じやな。ただただ一つ言いたい、ここでここでよ、ここで引けず、ここで引けず、まあ、ただこのねフェルグの毒が後ろにあるんで、後ろから4000の毒、さらに次エースを引けばもう飛ぶのではないかと。あるよーマジで。頼む、なんか引け、せーの。弱い、弱すぎる。よいしょ、ちょっと削りすぎたかこれ、ちょっと削りすぎたもんであるかも、アルネでよかったかも。あーどっちにしろ負けか、それはならどっちにしろ負けか。はい、ということで対戦あーでした。さあラスト打っていきましょう、ということでアマテル相手です。アマテル相手はね本当に嫌だ、強いもん、そりゃそりゃそうなんやけど、ということでとりあえず呪っていこう。これ1000ダメ超えるな、の1の上。よしもう1回呪え、もう1回呪ってやれ。これ相手からしたらちょっとだるいやろ正直。アマテル以外、あでもここでアマテル呪わすのもありか、まあ、そんなことはならない。さあめんどくさいんだな相手目線。いやトゥールラ呪うな、トゥールラ呪ったらトゥールラ出てくるやろがい。ここしかないタイミングでトゥールラ出てきたわ、くそやられた。アルトのボイスかな今のは、いいね。そして相手にとって 完璧なムーブをされてるわ。でこうなると消すしかないんだよな、こうなるともう許容できないよなさすがに。
何も食らう ?2500 か。2500なら食らってもいいわけないよな。2500なら食らってもいいわけない。いやー、でも食らうか。そろそろ痺れてきた。ここでバフを引いてしまえば。ここでバフを引いてしまえばどうにでもなる。さあ、相手も殴ってこない。さあ、ここでバフ。バフ飛行。バフ飛行、マジで。どっちか。どっちかで。せーの。ああ。まあ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 。とりあえず行ってこい。よいしょ。ただこれ。これバフ本当に熱いよ。三枚召喚とフェルグとシエンティア。ああ、ビナ消すしかないな、それ。頼むよ。なんかバフ引け。なんか思ったんとちゃうバフ来たけど。行くしかないな。いや、もうなんならコンボするか、じゃあ。行け。よいしょ。よいしょ。バフ。うおら。まあ、飛ばんわな。まあ、飛ばんわな。でもまあ、4枚返し相手。バイセは無理。バイセは無理、ちなみに。スーは絶対に無理。スーは絶対に無理、それ。いてー、ということで、まだ盛り上がったからええ。はい、ということで、対戦、あざした。